にちは、マリンです。私は高知が大好きなんです。私は千歳アウトレットモールレラで買うことが多いです。高知は毎日気兼ねなく使えるカジュアルブランドなんです。高知のシグネチャー柄が苦手という話を聞くことがありますが、私は高知のシグネチャー柄が大好きなんです。高知はデザインが豊富でシンプルだし、使いやすいし、服に合わせやすいところが魅力なんです。高知は1941年ニューヨークマンハッタンで企画小物工房としてスタートしました。バッグや財布、小物などを販売しています。大人っぽいエレガントなデザインから、カラフルで可愛らしいデザインまで、アイテムのバリエーションが豊富なんです。高知は様々な場面で使用できるアイテムがあり、多くの人々に愛されています。私は恐竜をモチーフにしたユニークなアイテム、レクシーグリッターフォンケースがお気に入りなんです。表面はグリッターになっていて、立体的で今にも飛びかかりそうなインパクト抜群のアイテムなんです。私はコーチコートバックパックシグネチャーキャンパスウィズカフェファーセットプリントがお気に入りなんです。アーティストカフェファーセットとのコラボなんです。大柄な花柄で遊び心に富んでいて、一つ持つだけでコーディネートの幅が広がります。また A4 サイズ14インチ、ノートパソコンまで収納可能で、プライベートはもちろんのこと、お仕事でも活躍してくれそうなアイテムなんです。メインのコンパートメントは2箇所あり、また内側のポケットが使いやすいデザインとなっています。コーチとスターウォーズのコラボのバックチャームがお気に入りなんです。プリンセスレイヤ姫なんですよ。私は千歳アウトレットモールレラでいつもお買い物をしています。今度また千歳アウトレットモールレラに行くことがあれば、素敵なコーチのグッズを買ってみたいと思っています。